はい、皆さんこんにちは。はじめましての人、はじめまして、いつも見てくださる方はありがとうございます。はい、テリオンのディアブロ3脳筋と一緒に世界を救えということで、本日も一緒に楽しく冒険していきましょう。あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ではですね、現在の目標ですがこちらですね。目標、北の高原とレオリックの狩り場を進み、レオリック邸の中庭を目指せじゃなくて中庭を探せですね。うん。で、高原を通って教皇の邸宅に行かねばならないと。教団がそこに天使を連れ去った理由は不明だが、そんなことはどうでもいい。いずれにせよ邪教と共には死あるのみだ。ということで、行きましょう。前置きはね、置いといて行きましょう。行くぞ、天ぷら。はい、南の高原やってまいりました。で、よいしょ。これはね、ウェイポイントが一応開いてたので、おそらく前回のね、ここの扉開けたところからスタートしてるんじゃないでしょうか。よいしょ。ほいでね、まあ新しい技も覚えて、なんかね、武器を投げるっていう技をね、覚えてたので、まあそれもね、活用していきましょう。まあこれが一番ね、使いやすいといえば使いやすいんですけどね。あ、このとこに宝がある。血のついた宝箱。おい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 、ちょっと待って、死ぬ、危な。ちょっと今ちょっとかなりやばかったですね。この罠はやばかったです、本当に。え、何これ、茨の指輪。いや、今のは本当やばかったです。じゃちょっとね、見てみましょう、茨の指輪。茨の指輪はこれかな。マジックアイテム指輪、近接攻撃に対して1ダメージを跳ね返す。まあいらないですよね。天ぷらさん切ると幸運ですよね。まあいらないですよね。まあ押し進んでいきましょう。よいしょ。まあね、戦士を取り戻したら今回は終了したいんですが、あとはやばいね、ダメージが半端ない。ちょっとこれやばいよ、やばい。これでね、難易度イージーですからね。絶対これハードね、ハードをね、クリアし、なんかの難易度をクリアしたら、それ以上の難易度にできるっていうのがあって、多分それね、最高難易度みたいなのしたら、めっちゃ無理ですよ、これ。本当に。もう、元祖死にゲーって言ってもいいぐらいの死にゲーになるんじゃないかなと思うんですよね。よっと。おいしょ。よいしょ。おい。ちょ、ごめんなさい。まだ使えない。ちょっとコントローラーがね、今日はちょっと変なところ触ってしまいますね、コントローラーね。おお、痛い。よいしょ。あ、これキーのトラップも当たったらダメージ受けちゃうのかな。では取ったアイテム確認しましょう。獅子のウォーリアーベルト。筋力か。まあ宮殿に飾られるし、循環の妖体。どう見てもこっちの方がいいですよね。まあ防御力高いしね、こっちの方がね。あ、でも筋力値の上がり幅とかは、よいしょ、クマの歯ですね。生命力、どれでしたっけ。あ、これか、幸運をもたらす。あ、これね、筋力11なんで、まあ、こっちの方が、まあ、確かに、なんていうんですかね、単体の負荷としてはいいんでしょうけどね、まあ、いろんなのが総合して、ね、付加値としてついてくるので、まあ、レア武器にしとこうかなって感じですね。よいしょ。よっと。しかし、だんだんこう、ハードになってきましたね、もう敵のね。攻撃といいね。レベル14で、よいしょ、行くのは、よいしょ、ほい。なんでこんなにダメージ受けんの。やばいよ、脳筋。
ウォーキングちょっと装備考えた方がいいかもね。もうなんかライフ、なんだろう、カゴとかそういうのじゃなくて本当に守備力だけを重視してつけた方がいいかもしれないよ。よいしょよいしょ。縦で普通に防御するのってどうしたらいいんでしょうね。なんか縦ボタンとかないですもんね。防御力的には一応402もあるんですけどね、守備力ね。そんなに、そんなに守備力が低いっていうアイテムつけてるわけではないんですけどね。ですよね。にしては強いな、敵が。よいしょ。よいしょ。なんだこいつは。よいしょ。おらー。いいね。宝箱開けとこうか。お、なんか出てきたぞ。テンプラ大丈夫か？テンプラ囲まれてる？テンプラ結構不死身だよね。なんだかんだでね。脳筋の方がダメージ受けてる気がするんですよね。よいしょ。よいしょ。シャーマン系はね、そんな守備力も高くないでしょう、きっとね。どこに行ったら、囚われの、お、なにこれ。求むカズラの首。地元のカズラ族が深刻な脅威となっている。奴らは大将を襲い、これまでは目撃されなかった地域にまで進出している。この問題を解決してほしい。カズラを駆除した者にはその首一つにつき25ゴールドの賞金を支払う。完全にテンプラに任せてしまいましたけどね。カズラ族、25ゴールドね。首一つにつき25ゴールド。まぁ、ちょっと安いんじゃないね。この世界のゴールドの価値がね、いまいちなんですよね。武器売っても5ゴールドぐらいにしかならないんでね。どんだけみんなこう、ね、武器いっぱいこう持ってるんやっていう話ですよね。普通の武器じゃね、価値、5ゴールドにしかならない世界ですからね、この世界は。まあまあ荒れてるんですよ、世の中。ね。あっちの左下のなんかマークがついてるの、あれは何なんだ？ちょっとあっちも行ってみましょうか。あ、さあさあさあ、これか。よいしょ。ちょっとね、これを。よいしょ。これじゃないな。いた。あ、ウェイポイントか。なるほど。よいしょ。よいしょ。よっと。いいね。まあね、さらっと進みたいっていう気持ちもあるんですけど、まあ、こういうところ、こういう段差とか飛び降りられたらね。この地はレオリックが統治する前から闇に落ちていたのだ。二度とこんな悲劇を繰り返させてはいけない。あ、そうなの。レオリックが統治する前から闇に支配されてたの、この地は。まあ、レオリックっていうね、王様がね、いまして、まあ、その王様はね、この地を、まあ、統治してたらしいんですが、まあ、別のところからね、多分統治しに来たんですよ。なんか司祭かなんかにそそのかされてね。で、だんだん、その統治してた過程で狂ってきてしまって、で、まあ、民をね、犠牲にするようになってしまったと、まあ、そういったようなね、ストーリーが、前々回ですかね、前の動画で語られていますので、その辺もねぜひ見てください。よいしょ。まあね、その一応これ人間界なんですが、まあ、天界とね、まあ、悪魔のなんか世界みたいなのがありまして、おーっと、こいつはなんだ、やばい、すごい受けたダメージ。おお、やばい、ノーケン。おね、回復した。よし。ああ、ついおー。よし、やったね。もうこれ、脳筋と、妖刀一族の対抗。これ、妖刀一族って、国
何黒月のなんか一族みたいなのがあれが妖刀一族のことなのか、なんかもうタイトル変えた方がいいかもね。脳筋とテンプラのね冒険みたいな、テンプル騎士団と脳筋の冒険みたいな。よいしょよいしょ。おい、まあね、まあ、テンプラも言ったら脳筋ですからね。いやまあでもテンプラ結構ね魔法で回復とかもできるので、まあ、その点優秀っちゃ優秀ですよね。でまあ一人飛び込んでいってくれてね、投げ倒すことも一応できるので、はい、チェックポイントにたどり着きました。ここ入れる？入れないか。よいしょ。ほい。よった。私を守れ！奴らを近づけるな！誰？奴らを近づけるな。いや、近づいちゃうよ。いいね。脳筋アタック。脳筋アタック。ちょっとね、技の名前もね、ちゃんと覚えましょう。世界観をね、理解せずにやるとね、あ、レオリックの狩り場。狩り場ってことはここで、なんか、狩りをしてたんでしょうけど、何を飼ってたんでしょうかね。人間でしょうかね。レオリックを。よいしょ。よっと。はい、じゃあもう太鼓を壊して、で、あっちか、あっちに行けばいいのかな。で今使ってる技は、あ、冒険者が愛用する亀のヒーターシールド。あ、経験値か。あ、まあでも筋力の方がいいですよね、防御力的にもね。武器はカーバー、これはいらないかな。まあ、いらないのはね、バン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 捨てていきましょう。今持ってる剣かっこいいですよね。冒険者が愛用する天使のブロードソードですよ。ブロードソードですよ、天使のね。あ、なんかこう神聖ダメージが当たるっていうね。あ、え、殺戮のフランベルジュ、これでも両手剣か、盾が装備できなくなるんでね、それはちょっとね、ごめんなさい、技の名前ね、すぐねこう違うやつ見ちゃうんですよね。ね、 R2 に入ってるのが、え、サイズミックスラムか。あ、イニシエの大槌じゃなくてサイズミックスラム。あ、でもこれだったら325ダメージなんですが、まあサイズミックスラムはちょっと距離は長くなるけどダメージはちょっと少ないんですね。まあね、遠くに当たる敵の方がいいですよね。当たる技の方がね。よし、ではバン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 こうね、レオリックの狩り場を、よっ、あ、いいぞ、レアモンスターだ。豪炎のラス。よいしょ。やばい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 。時々こう、集団の中に飛び込んでいったら、相手のね、動きを止めるね、技とかをね、これですね、これ、こういうの使っていかないと、脳筋の場合は結構ね、本当は危ないですよ。まあ、遠距離攻撃ができないんでね、まあ、できないことはないんですけど、おー何これ、冒険者が要する天使のショートだが、いいじゃないですか、いいじゃないですか。これ8から19ダメージ、おお、神聖ダメージ、経験値プラス7、ちょっと神聖ダメージを劣りますが、これ装備してみましょうか。あ、だがね、ちょっと見た目ダサいな。これは機敏なる傷負いの両手コンボ。あー、両手用か、両手用ね。これはちょっとテンプラに持たせてあげようか。あ、分厚いレザーマント。いいね。いいアイテムが手に入るようになりましたね。毛皮のズボン。これはいらないかな。これ捨てとこう。じゃあテンプラに、そうか、テンプラは、これ筋力プラス14もしてくれるのか、これ。どうするテンプラ。いや、テンプラはしばらくこれでいいか。ね。よいしょ。では脳筋はこれでちょっと攻撃してみましょうか。これは何だ、カズラの頭点ぶっ壊しちゃったよ。よいしょ。
あ、ちょっとあれか、やっぱダガーは攻撃のあれだね、範囲が狭いね。脳筋みたいなに突っ込んでいくキャラからしたらちょっとあれかな、不利かな。ダメージは当たりますけどね。よいしょ。あ、邪教徒が、あ、なんかなんだこいつ。よいしょ。このゲームね、おー、なんだ、動けないぞ。そんなことなかった。よいしょ。果たし響き、おー、冒険者が愛用する電球なぎのフランベルジュ。うん、まあ、これはこっちは捨てて、フランベルジュの方は、20でしたよね、攻撃力 20.9 ですよね。でも両手でしょこれ。でもかっこいいからちょっと装備しちゃおっかな。うー、来た、かっこいい、かっこいい。よいしょ、おい、おお、かっこいい。まあちょっとね、肉を切らせて骨を立つ作戦でいきましょう、脳筋さんね。もうしょうがないです。もう見た目重視で。あ、なにこれ、え、よいしょ、よいしょ。これでカズラが同胞を召喚することはない。なるほど。これは鎧、指割れたブリガンダインコート。あー、指割れたとかはいらないんですよね。よいしょ。結構ね、ゴールドもね、めちゃくちゃいっぱいね、手に入ってるんで、めっちゃ今金持ちなんじゃないですか。あ、17000。やばいね。よいしょ。あ、いいね、やっぱ両手剣一撃のダメージでかいね。よいしょ。あ、両手剣の方がいいかね。脳筋ね、もうまさに脳筋ですね、本当に。あ、ストーンダガーだって、何これ、石化とかある、あ、ないか。これ誰の武器だ、ストーンダガーって。ウィッチドクターか、じゃあいらないっすね。よいしょ、いいぞ、今回はこれで天使を、よいしょ、助けて、無事助けて終了できるんじゃないか。そこ多分登っていかなくちゃいけないんでしょうが、一応下側を回っていって、まあ、お宝があれば。あれ、これ上が正解か、あ、上じゃん、下が正解か。よいしょ、おーい、あ、ちょっとやっぱあれだね、攻撃のスピードが遅いね、体験ね。まあ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 、まあ、当たればって感じですよね。当たればラッキーというか。よいしょ。だからテンプラーとの攻撃力の差はね、ほんとはね、あ、この先か、なるほどね。これね、結構プレイステーション3の中でも古い多分古いゲームなので、よいしょ。グラフィック、闇との戦いに助力してくれて礼を言う、うん、テンプル騎士団にとって悪との戦いは大きな意味があるからな。ああ、立派な使命だ。720しか、まあもちろん出力できないんですけど、うん、だからプレイステーション3の段階で1080でいけるゲームって結構限られてるみたいで、うん、基本的にはまあ720になってくるらしいんですけどね、プレイステーション3の、まあ、グラフィック性能というか、うん、お、テンプラよっと、いいね、これで一撃で、あ、そうか、電気うなぎだから、こう雷のあれが、付与がついてるのか。みなぎりを感じる。テンプラレベル上がったか。ひび割れたスロワー、あ、これはでもあれか、うん、弓矢は装備できないんでね、置いておきましょう。お宝はなしか。祭壇、よしよし、じゃあこれは、ここは全部行ったかな。それでは行ってみましょうね。え、何が待ち受けているんでしょうか。レオリック邸の中庭を探せ。お、武器降ってきた、フランベルジュ、普通のフランベルジュか。あ、弱いね、出てこう。
よし、じゃあここをね、あ、呪われた邸宅か。彼らは皆無理やり連行されてきたんだろうな。彼らね、よいしょ。彼らってのは邪教徒のことか。あ、なんだこいつ、虫作りのフェリオン。この人間タイプのやつはね、あんまり強くないというか傷を癒す獅子のレザーマント、筋力プラス9、ライフオーブとポーションの回復量プラス43。あ、こっちの方がいいかな。こっちしとこっか。傷を癒すね。あとは取ってないかな。で、アイテム数は56個か。なんか捨てといた方がいいですよね。シャーマンマスクじゃあこれいらない、これもいらない。あー、コイフ装備しとく。盾ですよね。この辺なんかいらないやつ捨てておきたいですよね。これもいらない。ブロードソード、星明かり、ヒーターシード、バックラー、この下とこうか。傷を癒す、宝を求める、ヒーターシールド、ヒーターシールド、これはまあ、本来だったらね、鍛冶屋に行ったら分解してくれるんですけど、よいしょ。そう、分解してくれたら素材としてね、新しい武器を作る、材料にしてくれるんですよね。だからそれもしたいはしたいんですけどね、なかなかこう帰れないっていうねあ、攻撃速度プラス 25%。 はい、レオリック邸の中庭行きましょう。どん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 進んでいきましょう。で、まあゲーム実況でね、まあ YouTube とかまあちらほら見たりしてるんですけども、はい、レオリックの邸宅入ります。はい、チャレンジ山歩き、レオリックの邸宅を探索しろ。はい、これは結構あれか、うわ敵多すぎ、多くの味はどうだ、敵多すぎ、ちょっと多すぎでしょ。よいしょ、いいね、脳筋強いな。あ、なんかマグダの指令。この遊戯に新たな駒が加わった。リアという名の女だ。我がミッテーラの報告によると、カルディウムの砂漠に潜む魔女エイドリアの娘らしい。この知らせを直ちに主に伝えよ。カルディウムの砂漠に潜む魔女エイドリアの娘。瞑想の指輪、おい、瞑想の指輪。知力プラス10か。知力、脳筋に知力いるかなやっぱりあれ、魔女の娘だね、なんですね、リアさんはね。なるほど。まあ、かといって、それが何なんだと言われてもね。まあまだわからないんですけどね。あ、で、そうそう、その実況を見てると、なんか90歳のゲーム実況者っていう方がいらっしゃいまして、いや、すごいなって見てて思いましたね。お、初見台、レオリックの主家。我々の新しい家となった邸宅は、悪臭を放つ青白い不安に覆われている。幼いアルブレヒトはこの新しい家を気に入ったようだが、私の心が休まらないのは気候の変化のせいで気分が不安定になっているからかもしれない。いや、レオリックさん多分違いますよそういうことじゃないんですよ、気分が優れないのは。おい、食い止められない、あの力人間のものとは思えないぞ。だって
ならば死ね。メリアル様が貴様らの犠牲に報いてくださるわ。よいしょ。地獄へ落ちる。よいしょ。邪気を見抜く。足止めしろ。私は地下でこいつを始末する手はずを。おいおい、ちょっと天使さん、天使さん連れていかれちゃうよこれ。よいしょ。隠れても無駄だ、マグダ。イニシエの大筋のルーンをアンロックスマッシュ。負傷した男。イニシエの槍のルーンをアンロック。グラップリングフック。はい、ではこちら負傷した男。やつら、恐ろしいことを。やつらは片付けた。ボロをまとった囚人を見なかったか。あの黄金の目をした男のことだな。マグダがレオリックの拷問部屋に連れて行ったよ。この地下だ。マグダは私が始末する。うん、苦痛の広間レベル1に入れ。レベル1へ。苦痛の広間、冒険者が愛用する傷沿いの両陣斧。まあ、これはいらないですよね。そう、スキルね。手に入れたのはこれか。で、イニシエの大土のこれを手に入れたんですよね。攻撃範囲が縮小する具合に与えるダメージが武器ダメージの 406% になる。じゃあ、これにしてみましょうか。で、槍のやつね。槍は、ピュッて引きつけてくれるやつでしたよね。槍を投げて自分の元に引き寄せ、武器ダメージの 185% ダメージを与えるとともに短時間だけ移動速度を 60% 低下させるに、これにグラップリングフックスっていうね、3本の槍を投げ、それぞれの槍に当たった敵を引き寄せる。しこれを手に入れましょう。うん、じゃあ、大土にしたんですが、なので攻撃力としては上がったんですが、攻撃範囲がね、少し狭まってしまうというスキルに今切り替えた状態ですね。こっちはいけない。うわー、すごいね。うわー、よいしょ。なるほど、こうやって入っていくわけか。では行きましょう。苦痛の広間レベル1へ。ディエブロ噴出。悪の本性がむき出しになっているな。喋らして。テンプラーさん、あそこ、あーなんだこいつ、あそこに敵がいる。おー強い。おしく、これがフックだぞ。おー待って、これめっちゃ強いじゃん。掘り起こされし巨獣。今は使えない。うわ、おしょ、やばいやばい、敵が。テンプラー大丈夫か。よいしょ、167まであった、すごいね。範囲は短くなるけど打撃が強い方がいいかもね。やばいね、ちょっと敵が強いぞ。はい、クロスボウフォースキーナ捨てて、宝を求めるイバラの毛皮。こっちの方が強いからこれにしましょう。傷を癒すとかこの辺ちょっと捨てておきましょうか。アイテムがねいっぱい手に入るかもしんないんで。やばいね、敵がちょっとこう雑魚キャラが強いね。マグダがもしその本気出してきたらめちゃくちゃ強いんじゃないか。この相変わらずこの邪教徒は弱いんですよね。大体一撃で吹っ飛んでくれるんで。あ、初見台だ。レオリックの手記3。何か悪意のようなものが私の心を奪おうとしている。何者かの声が身の毛もよだつような行いを私に命じる。そして自らの肉体が思うままにならない瞬間があることを感じる。え？ラザルスは何か知っているはずだ。気づいていないと思っているのだろうが、彼は近頃妙な目つきで私を見ている。妙な目つき。どんな目つきだよ。まあうまくいっているかなっていう感じの確認をしてるんでしょう。うわ、そいつを怒りが取る。こいつが肉を吸う。やばい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 。こいつ強いになって。
あ、やばい、この状態されたら動けないです。それはもう、あ、やめて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 、あ、強い。ちょっと縦にした方がいいかな。おい、じゃあ掘り起こされて強襲強すぎる。よいしょ。いやー強いね。よいしょ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 。いやー強い。いやー、これはこれはまずいですね。何これ。あ、正気を吸う瞑想の石棒。あ、ヒーターシールド。これは、あ、関係ない。アイテムめっちゃ手に入れましたよ。まずは、炎のフォスキーナ。炎のフォスキーナね。テンプラにあげる。あ、テンプラはいっかな、とりあえずね。テンプラスキルとか覚えてないかな、覚えてないね。そしたら、聖気を吸う瞑想の石棒、これもいらないんですよね。そしたら、ちょっと弱そうなやつを、またバン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 捨てて、コイフね。コイフちょっと装備しとこうか。防御が低いと結構痛いですよね。これも捨てて。ヒーターも捨てていくか。チャージはもう全部捨てよう。よし、じゃあこれで、あとは、あ、分厚い毛皮ズボン。これはまだいいかな。よし。ここはいける？あ、いけるね。もう。ああ、拷問だ拷問だ。よいしょ。初見台。あ、トレジャーゴブリン。よいしょ。よいしょ。待てい待てい待てい、トレジャーゴブリン。よいしょ。ほい。すごい体力だね、トレジャーゴブリン。結構ダメージ当てたのに。ブロードソード。来たよ、ブロードソード。評議会は再興を訴えたが、この王国への謀反に加担した者の処刑は続行する。おそらくは評議会の連中も打撃すべき裏切りを計画しており、私の目が彼らに向くことを恐れたのであろう。今となっては信じられるのはラザレスただ一人だ。ラザレスのこと疑ってたのに。ああ、評議会が怪しい動きをし始めたと。冒険者が愛用する既存の両手コンボ。この辺はじゃあ捨てて。あれ消えたぞ、ダガーが。これか。これ、分厚い革手袋。防御力さらにプラス7してくれるか。あとは、アイテムまだいっぱいあるんで。あ、傷負いのブロードソード捨てたやつ大丈夫か。大丈夫だね。捨てよう、そのまま。よし、じゃあこっち側から探索していって、ここも拷問部屋。で、こっち側は、よいしょ、うっと、で、アイテムがある。両手コンボ、よいしょ。これはフォスキーナ。まあ、この辺のアイテムはね、持ってても仕方ないですよね。まあ、敵が落とす武器の方が、ね、宝の武器よりも全然いいやつが。ね、まあ、結局、そのレアモンスター倒した時の武器じゃないと、全く持って役に立たないような気はしないでもないですけどね。よいしょ。よっと、177。めっちゃ当たりますね。本当にもう脳筋ですね。一撃でなんとかするしかない。ここら辺の敵ね。よいしょ。怒りが足りない。よっと、ほい、ほい。あー、なんか呼び出された。これは
両手斧いらない。ああ取っちゃった。いや強いね。もう不気味さがね、不気味さがまた半端ないというね。この先はここはちょっと開けれるかな。光の輝きが増した。光の輝きが増した。テンプラレベル上がったわけではなく、こっち側に道がある。うわー、モーニングスター、これいらないね。拷問器具でモーニングスター、いや、よいしょ、いいね。大体一撃で葬れるね。うわちょっと強いか。よいしょよいしょ、ほい。おーおーおー、下にも、あ、ここは繋がってるのか。なるほど。右と左があるんですが、左もちょい行ってみます。そんなに広くはないと思うんですけど、うわー、えげつな、何の目的で拷問したんでしょうね、レオリック王はね。王様に立てつくつもりなのかっていう感じなんでしょうかね。レオリック王討伐の物語は若い時に聞かされた。だがこうして自分の目で見るとなると、やはり物語とは違うな。私を屈服させようとする闇の力をようやく振り切ることができた。今私の目には真実が映っている。アルブレヒト王子をかどわかし、私の心を萎えさせようとする不作法な町民どもの企てはとても許せるものではない。女子供を串刺しにしてやれば連中も目を覚ますだろう。町民たちのね、町民たち、町の人ね、町の人たちをちょっとこう疑ってるっていう、そういう精神状態なんでしょうね、きっとね。よいしょ。よっと。まあ、いまいちね、こう前作からのつながりが結構多分あるんでしょうね。うん。ストーリーとしてはね、いまいちこう繋がってきてないっていうような。おいなんだよこのトラップこっちはちょっとね、やめときましょうかまあでもあそこも行かないといけないんでしょうけど、うん、まさかダークソウルみたいなトラップがあるとはね。ではこちら側からちょっと攻めてみましょうか。よいしょ。ほい、あ、また初見台があるぞ。君だよ、危ないのは。君が強いんだよ、君が。よいしょ。掘り起こされし、巨獣。これどうだ。これは両手コンボか。うわぁ。助けたつもりが、助からなかった。お。狩猟用クローク、あー、これは、いやー、拷問器具なんてね、こういうの考える人ってすごいとしか言いようがないですよね、本当に。うん、では先に進みましょう。さっきのところ越えないとダメだよね。これ当たったら即死とかにならない？大丈夫？よいしょ。あ、怖っ。テンプラ。あ、スパイクトラップついてたって。あーはは。よいしょ。よいしょ。ここのトラップがね、
そこのトラップが収まるかと思いきや全然違うっていうね。よいしょ。あー、ゾンビ。よいしょ。あー、なんだこれ。よいしょ。いやー、すごいな。よいしょ。あ、ここの武器は、うん、いやー、えげつないトラップがありましたね。こ、うん棒もいらないんで捨てときましょう。お宝ゲットして、あ、この先がどうやらゴールっぽいですよ。ゴールというか、まあ、2階に行くだけですね。地下2階にね。モーモー牧場は存在しない。八尾広間レベル2か。どこまであるんでしょうね、この広間ね。これ今日中にクリアできるか。あん、なんだこれ。うわ、めっちゃダメージ受ける。やばいやばい、これはちょっとまずいぞ。トラップ止めるやつがどっかにあるんじゃないか。よいしょ。よいしょ、何これ。よいしょ。もうこれはダークソウルで言ったらあれですよね。即死ですからね、あんなとこ落ちたら。よいしょ。さっきのところ行かなきゃいけないパターンですね、これは。絶対に頑張って乗り切りましょう。ダメージ受けながらでもいいんで。上質なブロードソード、あ、いけるか。あ、下から回っていけるぞ。ショートダガー、 いらない道具がいっぱいいっぱい出てきますけど。よいしょ。よいしょ。あっちはね、下側が一応正規ルートですが。よいしょ。ああ、強い。うわ、よいしょ。ポーション使ったぞ。あ、強っ。ちょっとちょっと、急に出てきすぎだって、強いのが。傷を癒す、この辺ちょっと捨てつつ、これにしよっか。どうする。この先は、わ、下にもいっぱいいますね、敵が。いたぞ、敵だ、敵だ、敵。なんだこれ、なんだこれ。よいしょ。今のは強敵だった。そう。テンプラの強敵、なにこれ。初めて来たよ、こんな。鑑定しようか、未鑑定。うわー、なんだこれ。巨人の、あ、これ妖体って言ったけど、腰帯か。腰帯だね。レジェンダリーだって。うわ、すごっ。装備できる？あ、レベル10でいける。あ、これは装備しましょう。レジェンダリー。伝説をまとうもの。うん。すごい。レジェンダリー装備手に入れましたよ。これは？トロフィーを獲得しました。伝説をまとうもの。いや、嬉しいですね。そんなに苦労せず、取れたっていうね。あ、これはいいぞ、レジェンダリーアイテム。これが何、ハクスラの醍醐味なんでしょうか。なんだよこれ。ちょっとちょっと、おい。ただね、いい装備を手に入れたので、これでもうかなり強くなったんじゃないでしょうか。よいしょ、よいしょ。ほえ。
よいしょ。あ、これは？あ、フォスキューナか。こっちは何もなしか。あの火のトラップを越えていくのが正解なんじゃないのかな。もっと死体が必要だ。お前は召喚士たちがいつでも自由に悪魔を呼び出せるとでも思っているのか。血が、それも新鮮な血が必要だ。それから魔力を高めるために人間の肉も忘れるな。速やかな返答を待っている。じゃあこちら側が正規ルートなんですが、南側からこっち側から行けるかな。よいしょ。あ、でもこっちから行けそう。いやー、君か。よいしょ。こう正確に狙っていきましょうね。アイテムは何か手に入れたけどわからないぞ。ん、あら、どうだろう、上と繋がってるかな。繋がってそうですよね。うん、じゃあ上側の木を抜けた側のあれを見てみましょう。どうなってるか。よいしょ。あ、ここ燃えてるぞ。あー、またなんか魔術を。よいしょ。わあ、よいしょ。お宝があるぞ、お宝が。よっと、289、強烈、いいね。よいしょ。うわー、その音だけリアルだな。ん、ここをじゃあの上がっていったら、その炎のとこの裏側に出れるかな。あー、出れましたね。ここは大してあれじゃなかったね、やっぱりね。いや、これ、ね、全部回っていくのはなかなか大変ですよね、ダンジョンね。よいしょ、よいしょ。うわ、うん、これね、三本槍ね。まだ使えない。で、罰で透明から攻撃するのもありかもしれないですね、これね。一応40ぐらい当てれるんで、それもちょっとずつ使っていくのもありですよね。あ、宝がある。茨の森破りと、まあ、いらないやつばっかりだな。うん、なんかもうちょっとねえ、こう、これは、あ、固定武器でめっちゃいいやつ手に入るみたいな方が、頑張ってダンジョンに入ってきたね、喜びがあるっていう気はしますよね。ランダムすぎても、うん、この先は、おっと、よいしょ。バルカソクが導いてくれる。あ、バルカソクが導いてくれる。ハクスラー的な要素で言ったら、ディビジョンと、いかんともしがたい事態だ。念のためもう一度言っておくが、今すぐ生贄が必要なのだ。村人が高原から逃げ出しただとか、生贄にする者が誰も残っていないだとか、お前の怠惰な言い訳にはうんざりだ。何か考えろ。出なければお前の皮を剥いでやる。何のために生贄を欲してるんですかね。まあ、召喚するためにって言ってたような気がするんですけど。怒りが足りない。
まあ、プラ悪魔、悪魔の、まあ、親玉をね、まあ、最終的に召喚したいんでしょうね。うん、まあ、そのためには生贄が必要っていう感じなんでしょうかね。高原の道へ行け。もうすぐ出口があるってことかな。あ、この先かな。うん、じゃあこっち側も一応見てみましょうか。何かお宝がなきにしもあらず。なんだここは。傭兵の死体。栄誉と栄光のために。ここには特に何もないかな。そのアイテムは、お、カーバー。カーバーね、うん、いらないね。よいしょ。これは、あ、両手剣。生贄の首。ああ、もうなんか、なんでしょうね、早くここから出たいですね。なんだ、こうマリオとかだったらこう楽しくできるんですが、ね、ちょっとしたこうね、怖さというかね、うん、ありますよね、こういうゲームはね。よし、では行きましょう。高原の道へ。盾のように健康な信仰がないのなら本物の盾をどうちゃらこうちゃら。はい、では高原の道というのにね、出てきました。うん、呪われた官房に入れ。おい、いやー、すごいですね、橋。一本橋でもう逃げ道はなしってことですよね、これね。いや、すごい。ああ、よいしょ。うわい、なんだこれ、ダメージが当たんないぞ。あ、これも何やられてんの君たち。ここは何もなしか。で、ゴールはもうちょっと先。お金いっぱい手に入ったね。2万ゴールド。でもやっぱりニュートリストラムしかないのかな、街は。やっぱり、いいね、脳筋の足が速くなったよ、カゴを受けてね。よいしょ、いいね。透明からのアタックでも結構ダメージが当てられますね。あ、ここか。運命が我らを引き合わせてくれて嬉しく思う。なぜだ。ね、あなたは誇り高く獰猛に戦っている。純粋な魂の持ち主なのだろう。で、入ってみる。はい、呪われた官房。私はアシラ、かつてはレオリック王の王妃でした。しかし正気を失った王により、召使いともども処刑されたのです。勇者よ、私の祝福を与えます。召使いたちを永劫の苦しみから救ってください。はい、アシラ王妃。顔持ってるよ、顔。顔ってか頭持ってるよね。解放した囚人の亡骸。うん。はい、じゃあ、囚人をね、解放しましょうか。アシラ王妃の宝箱。太陽はすっかり姿を隠し、今日が何日なのかもわからない。監獄長と夫と、ゲスのラザルスが、私の処遇を話し合っているのが漏れ聞こえてくる。私の命はもう長くない。しかし正気を失った父親のもとでアルブレヒトはどうなってしまうのだろうか。その方が心配だ。エイダンさえいてくれれば。王妃まで手にかけるって、あいつか、亡骸って。大丈夫。あ、うん、一人は大変だね。
意外にあっさり解放できました、できましたね。じゃあこっちの扉を破壊して、よいしょ。あ、こうやって監獄を一個一個見ていくのか。この中に囚人の魂があると。目の前に急に現れたね、弓使い。おっと、あおなんか強そうなのがいるぞ。うわあ、ジェイルド、なんだ、ジェイルドボーチャー。いやー、これまた複雑なマップだな。まあ、頑張って6人で解放しましょうかね。あ、懐かしの懐かしの気持ち悪い、あのぐちゃぐちゃさんですじゃないですか。え、これ一個一個監獄探していくの、それはきつい。あ、いたよいしょ。おいよっと、まだ使えない。これ亡霊系のやつはちょっと引き寄せができなさそうでしたね。今ダメージ当たったと思ったんですけどね。よいしょ。よっと、じゃあこれで亡骸を解放してあげましょう。ようやく解放される。貴様は何者なんだ。え、こっち側ちょっと行ってみましょうか。広いように見えて、まあ、広いですけどマップ自体は単純なのかな。ブリガンダインコート、まあいらないかな。あ、いた囚人。よいしょ、よっと、これですよ。あ、痛いで、ヒーターシールド、普通のヒーターシールドかな。いらないやつは捨てていきましょう。ここですよ。あれ、こっちじゃない、こっちか。神がようやくこの苦痛から解放してくださる。へーへー、人間がいるぞ、生きて返すな。まあ人間ですけどね、あのネファリムっていうね、特殊な人間の可能性がありますからね。前方に手強そうな敵がいるぞ。ほら、力がみなぎるのを感じる。強いね。確かにちょっと手強いけど、冒険者が愛用する鷹のブーツ。守備力は高いね。でも移動速度の方が欲しいかな。この辺もちょっと捨てていきましょうかね。ほい。この先は？あとは、あと何解放したらいいんだ。うわ、なんだこいつ、侮辱されしグール。よいしょ。まあ一体な、そんなね、そこまで。よいしょ。で、もういらないやつばっかりですね、もう。これもいらないし、で、あとはないか。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。宝を求める星首。恐怖の味はどうだ。なんだ星首って。あー、これあれか、なんとかウィザードのやつかな。ウォッチドクターのやつか。じゃあこれもいらないということで、
ここに入って、よいしょ。よいしょ。え、もう解放したんじゃないの？これね。従者。うん。テンプラさん、なんか覚えた？なんか覚えたわけでもない。うん。そうね、レベルが上がったってだけだよね、多分ね。じゃなくてクエストを見ましょう、クエスト。うん。囚人の亡骸を解放しろ。悪霊によってこの世に縛られている臣民たちの霊を解き放ってくれと王妃に頼まれた喜んで力になろう。もう解放したんじゃない？全部。そうだ、王妃のところに戻ったらいいのかな。ちょっとね、あと何人かっていうところ表示見てなかったので多分解放したんじゃないかなってちょっと思ってるんですけどね。一応まあ全部回れるだけ回ってチロッとね、ここで王妃のところに帰りましょうか。よいしょ。ちょっと範囲攻撃の方がいいかな。ね、囲まれるとなかなか厄介なんで。よいしょ、足が速くなった。いいね。よっと。おい、おい。あとは、この辺り。この辺りをつなげれば、マップ的には完成しそうですよね。よいしょ。こっち、なんか入り口があるぞ、あっち側に。南側もね、ちょっと一応見ていきましょうか。多分もう解放してますよね。出てきてないんでね。よいしょ。あれ解放してない。囚人さん。最後の一人かな。よいしょ。これはブロードソードか。ほい。ようやく解放される。あと2人か。ということはこの先にいそうですよね。あ、光ってるってことは彼が最後か。よいしょ。クリスか。よし、じゃあ最後の囚人さんを解放しましょう。自由だ。勇者よ、礼を言います。召使いたちは解放されましたが、この場所はまだ呪われています。地下牢の中心で万人を探し、この悪事に終止符を打つのです。はーい。先導者の賭けね、これを手に入れました。これそんな強くないよね。うん、万人を倒してくれというね、依頼を受けまして、この方は中央なのであそこにいるらしいんですけど、その先にあるね、よくわからない ここですね。ここにちょっと行ってみたいんですよ。あれにちょっと行ってみて、それから戻りつつ万人を倒したら今回は終了にしましょうかね。収録時間もね、それちょうど多分1時間2、30分ぐらいになるので。王冠を授かる権利は光によって与えられる。王冠を失わせるのは堕落した心の闇だ。あれ、この先は行けないのかな、もしかして。ああ、これであいつを倒したら生きるようになるのかな、多分ね。なるほど。では、万人ね、万人と戦ってみましょう。囚われの天使、万人を倒せ。他に誰もおらぬのか。私が手を下さねばならぬか。いいだろう。こいつ万人。炎が罪を食えるがいい。よいしょ、よいしょ。万人さん、万人さん、あ、万人さん、万人さん、意外に弱いね。万人さん、会話全然終わってないけど。
はい、バニーさん倒しましたよ。苦悶の闇を探せ。苦悶の闇、でも多分こっち側が開いたってことでいいんでしょうね。うん、蜃気楼のパイク、相変わらずいいアイテムがねもらえないのでここをね抜けたら終了したいですが、苦悶の闇を探せって、どの技を覚えようか。うん、下側は道は一応あんのかな。チェックポイント、ああ、でもあそこになんか王冠みたいなマークがあるので、あれはあれ加護してくれるやつかな。ん、あ、じゃなくてこれこっち側から回っていくのか。よいしょ、はい、結構ね今薄着で実況してて、あ、ディアブロね、こう終わりどころが難しいっすよね。ちょっとね若干寒いんですけど、これか、ここが次の地点か。苦痛の広間レベル3。うん、苦悶の闇をとりあえず探せってことですが、君か、苦悶の闇は。命令通り囚人を連れてきました。ありがとうラザルス。裏切り渦巻くこの王国によって、お前の忠誠は何者にも代え難い。我が愛しの妻にしておいよ、お前まで私を裏切るとは。誓ってあなたを裏切ったりなどしておりません。最後の瞬間まで嘘にまみれたままとは。高潔な女性の悲惨な最後か。レオリックを撃てたことを誇りに思うぞ。かわいそう。ラザルスの魔導書の短編。我が主君の目覚めの時が近い。愚かなレオリックが我が主に抵抗できたのは、まだ主が完全な力を取り戻していなかったからに過ぎない。王妃を裏切り者として始末した今、考えるべきことはただ一つ、我が主の器となる王子のことだ。まあラザリスだっけ、ラザリスの主はまあなんかの魔族でで、そいつが完全復活するために生贄が必要だったってことでしょうね、きっとね。それにレオリックが加担して、まあ、レオリックも操られてたんですが、この主がまだ完全体じゃないためにレオリックがまだ抵抗できてたと。まあ、ただ王妃をね、処刑してしまったことにより一層ね、レオリックはきっと、おかしくなってしまったんじゃないでしょうかね。その影響で、今度は息子が結局器としてね選ばれていると、そういったような感じなんでしょうね。はい、ということでアイテムは、これはまあいらないですね。いきますかね。はい、レベル3なんですが、ウェイポイントをねとりあえず探しましょう。ウェイポイントさえ見つければやめれるので、ないのかなウェイポイント。ちょっときついぞ。無情なる奴隷。ここはね一直線だったらいいんですけどね。よいしょ、テンプラーいなかったらきついですね。なんだかんだでテンプラーに、ね、助けてもらってますんでね。よいしょよいしょ、なんだこいつ、あ、こいつか、強いやつ。あ、レベル上がった、いいぞ。
スキルをアンロック、スプリント、武器の達人、パッシブスキルをアンロック。はい、アイテムはアンロックさせてもらったのはいいんですが、ちょっと見てる暇がない。あ、これは広そうだな。ウェイポイント見つかるかな。ウェイポイントが見つかったらちょっと終了したいんですけどね。で、よいしょ、ほら、地下から湧き上がってくるこのモンスターをちょっととりあえず退治して、ちょっと見てみましょうか。武器はいらないやつは捨てて、ブリガンダインコートね、これも、まあ、経験値プラスなのか。あ、じゃあこっちにしとく。で、スキルがこれが手に入ったのかな。お、新しいのはこれか。プリント、3秒間移動速度が 40% 上昇する。あ、これいいじゃないですか。あ、これしましょう。で、あ、それだけ手に入ったの。あ、これもか。パッシブスキルの武器の達人、ハンドメイドに装備している武器の種類に応じてボーナスが付与される。あ、メインハンドか。メインハンドに装備している武器の種類に応じてボーナスが付与される。剣だがダメージが 15% 増加、メイン層のクリティカルヒット率が 10% 上昇。ボールアーム、槍、攻撃速度が 10% 上昇、マイティウェポン、一撃ごとにフューリーを3生成。俺の部下たちは森でその旅人を待ち伏せ攻撃した。しかし驚かされたのは俺たちの方だった。あの反応、動き、無駄のない攻撃、俺たちに勝ち目など前に一つもなかった。山賊レッドジャック。はい、武器の達人か、知識の一撃にするか。まあクリティカルヒット率が高い方がいいかな。ねえ、では移動速度が上がるやつね、使ってみましょうか。あ、ごめんなさい、これじゃなかったっすけど、移動速度が上がるやつは今持ってるのは、四角なんで、四角を押すと移動速度が上がるはずなんですが、よっと、あ、いいね。これを頻繁に使っていったらダンジョンの攻略が楽になるんじゃないでしょうか。うん、でも意外にすぐ切れますね。あ、これは、これは見つけられない、いった。これは見つけられないんじゃないか。ウェイポイントね。ちょ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 、ああ、なんかいっぱい出ない。敵ながら見事だった。栄光あれ。ほいほい。無謀なる冬のコンボ。ちょっと弱そうなやつを捨てていきたいんですが、よいしょ。まあ、天使のブロードソードね。炎のフォスキーナ、あー、結構強いのが手に入ってきましたね、武器もね。パイク、蛇の両手剣もいらないっちゃいらないですね。茨のウォリアベルト、よいしょよいしょ、この辺も捨てていきましょう。もうね、あのレジェンダリーの武器があるんでね、あんまいらないっすよね。ポイフもいらないと。武器43か、これでいきましょうか。これはまずいな、終わるタイミングがしょうがないんでね、まあ、抜けるまで頑張りましょうね。こうのマップをね、ここのマップの一応クエストの説明としては、苦悶の、あ、これ苦悶の間って書いてあったのか。字がねちっちゃいんですよね。道を再び開かれた天使を解放しよう、私を止めるものはもう何もない。うん、どうだ、うわ、いった、これでもう天使のとこまで行けるのかな。ね、あの剣を、剣の持ち主のね、天使さん、で、いらないやつは捨てていきましょう。え、これもいらない。よいしょ。多分、初見台とかの書類のやつは多分、取った順番で変わっていくような感じだと思うんで、
固定じゃないんですよね、多分ね、これもね。ここのフロアだったらこれっていう感じではないと思うんですよね。よっと、硬いな。だんだんこう落ちなくなってきましたね。よいしょ、スピードをね、スピード上げつつだからスピード上げると全然持たないってねえ、持続時間が短すぎる。よいしょ、おい、5秒ぐらいしか持たないね。あっと、チェックポイントついちゃったよ。ここは、あ、ここは苦悶の魔か。うん、となると一応もうほぼいってる状態ですが、まあ見るだけ見ていきましょうか。真ん中のね、まあ、もしかしたらレアモンスターがいるかもしれないんで、それによってね、こんな場所は王と共に滅んでしまえばよかったのだ。まあそうだね。ぐっとこうスプリントで抜けて、よいしょ、ほい、あ、何もなしか。あえて真ん中をこう木に木を浴びながら突っ込んできたんですが、そのリスクを犯しただけの価値があるものがあってほしいんですけどねあれ、これはもしかして何もないパターンか。うん、処刑弾の武器ね、大した武器はないんでね、まあ、取っても意味がないっていうね。そしてね、意外に広いっていうね、ここ、あ、宝が一応あったぞ。よっと、これは、よいしょ、ロングソード。ああ、名工が仕上げたロングソード、まあ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 、いい拷問器具置いてるじゃないですか。ああ、来た、ウェイポイントやりましたよ皆さんようやくウェイポイント、ここのウェイポイント開けたので、まあ、今回はね、じゃあ天使の前には行かずに、あ、天使の前じゃなくて何でしたっけ次のところに行かずに、ここのウェイポイントの前で終了しましょうかね。いやー、なかなかサクサク進むは進むんですが、なかなか大変ですよ。ちょっと、じゃあこのダッシュできるやついいですね。よいしょ、苦悶の広間か。あとはこの上のところを完成させたら、今回は終了にしましょうね。ウェイポイントで帰ってね、アイテムをこう売りさばいてもいいんですけどねあ、何もないかな、もうね。あ、これでもう道はつながったかな。 OKOKOK、 そしたら、あっちまで帰って終了しましょうか。まあ、それだったらまあ、ねえ、どこで終了しても、まあ、ウェイポイントの前までは来れるので、別にウェイポイントまで行く必要もないんですけど、まあ一応行きましょう。はい、ということで、よいしょ。ではね、今回はね、ここで終了したいと思います。最後までご視聴していただき、誠にありがとうございます。他の動画もやっておりますので、ぜひ、再生リストからですね、動画見ていただいて、面白そうな動画がありましたら、ぜひご覧になってください。あと、チャンネル登録、グッド評価ともお願いいたします。はい、それでは、また次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。